とぶり。今回は信長の野望申請実況していくんだぜ。前回は織田家を圧倒したと思ったら押し返されたところまで。城数も織田家91の徳川家86と、織田家1増、徳川家4減という結果になっているんだぜ。一気にいけると思ったのに厳しいな。威風さんが仕事してくれているがそれ以外のところで振るわなすぎるんだぜ。ここからどうするかだな。第一次攻勢が失敗に終わった以上、地道に行くしか手がないんだぜ。まずは終わりあたりを固めつつ身の制圧してという感じかな。かなり地味な展開になるが負けてる以上仕方ないんだぜ。見どころがあればいいけど。あろうがなかろうが期限が迫っているから頑張らねばならないんだぜ。後が決まっている戦いは一番きつい。浜松城も落ちかけ、高屋城も危険。小水城も攻められてる。洲本もか。耐えられるかどうか怪しいけど、島津家が攻勢に出てるから、少しは楽になるんじゃないかと思っていたり。島津家が暴れてくれれば中国地方の兵は全部そっちに行くからな。それに期待したいところ。あとは東北、信濃あたりでの攻勢が成功すれば徐々に押し始められるはずなんだが。武将不足で城主不在なところが多いからな。厳しいが頑張るしかないんだぜ。で、前回限界まで戦った家康だが。もう一踏ん張りしてもらう。うまく威風中、せめて弱あたりを発動できたらでかいんだぜ。それと各所で防衛もしていく。地味に手秋の城を攻めてきているからな。長篠城とかな。最悪失うことになるかもだが、今は我慢するしかないんだぜ。東北の城も早く落とせよう。この攻勢の成功が今後につながるかもだからな。すごい数が東に向かってる。あれを止めるついでに威風を狙いたいところだが。ここで浜松城が陥落。育てきった城を奪われるのはほんと厳しいんだぜ。信濃経由で攻めてくるとは想定外だもんな。早いところ二俣城を狙っておけばよかったと反省しているんだぜ。そうすれば二俣城あたりでの攻防になったのにな。こちらが攻勢に出れば織田勢は集まってくると思っていたんだが。少し見通しが甘かった。そして、高屋城の救援に行かねば。軍隊が攻めているからすぐにヤバいことにはならないと思うが。でかいのをお見舞いしたいけど。今は小さくと言いたいが、兵だけは多いな。こういうのを吹き飛ばせば今後は楽になるはず。普通に勝利。部隊数が少なければなんとでもなるんだぜ。軍港稼げよう。犬山城を攻めていたら。もう一声だな。せめて弱はないと。頼むからもう一部隊来てくれ。と思ったが来そうにないのでこれで我慢。弱さんにも来ていただけないとは。普通に勝利。数が、な。略すな。それでも武将が強かったからそれなりの損害は受けているんだぜ。武将の質で損害の出方も違うからな。戦が始まる。備えよ。今度は長篠城が。小西さんや榊原さんにはもっといい尻を提供してやるんだぜ。こまごまとした合戦で。敵を圧しております。佐久間の利重を討ち取り。なんでか長生きしてたのに。討ち死に扱いだから生き延びてたのか。これまでか。犬山城攻略。やり返しはしたがまだまだ負けてるんだよな。ここからどうするかだな。金山城を狙ってもインパクトが少ないので岐阜城を目指すんだぜ。犬山城は榊原さんにお任せで。大宝寺城が起きそうかなと思ってたら柴田城が起きた。ようやく東北でも動きが出てきたな。西では押され気味だけど東ではこっちが優勢だからな。どんどんを誘引して泥沼に引きずり込んでいかねばな。西では島津家が頑張ってる。中村御所を落としたか。これでお工場が安全になった。ありがたいんだぜ。犬山城付近で威風はないが信長様の首を狙っていこうじゃないか。撃ち取ればかなり有利になるからな。ああ、覇王がなくなるだけでかなり余裕ができるんだぜ。けど、撃破間近というところで足を動かせ。優勢勝ちをしてしまう。要所を占領しすぎたんだぜ。こういうボンミスが後々響いてくるんだよな。今は勝ったことを喜んでおくんだぜ。存在は控えめだったしな。いい感じに犬山城を取り返しに来てくれそう。その舞台を釣り出して威風でドカンと行きたいな。できれば岐阜城をいただきたい。お、機内が安全になったか。集まってきてくれてるおかげかも。なんとかこのまま現状維持で行きたいんだぜ。ここで限定的に犯行に出てた白地城で
池田さんが降伏してきた。こいつはありがたいな。もう少し時間かかりそうだったからな。で、その池田さんの処遇だけど、池田さんは第二の水谷さんになると信じて解放するんだぜ。他は初段だけど、また上手になって降伏してくれ。そのために上手をどんどん打ち取るから。行くぞ。まだ少ない。腕が鳴るわい。何を。ジャクさんか。ここで妥協だろ。そうだな。戦することなく優勢勝利。負ける合戦ではなかったからな。次も勝とうぞ。高所が行かせた。久しぶりの解消だな。大久保さんが仕事した。この威風弱で風よ、空を切って我が名を運べ。岐阜城がある程度裸に。金山城は放置して岐阜城を攻撃するか。信濃攻略してきた東北勢に金山城あたりは任せればいいしな。とにかく織田家の心臓部、畿内と北陸の制圧を目指さねばな。打ち破ったり。ここでようやく大宝寺城を攻略。城代に攻めさせるのは少し無謀かもな。今後の降伏城主になってくれそうだけど、足軽大将なので見込みなしで。城代たちはお帰り。東北平定で最後まで粘ってるのが港城。なんでか落ちてないんだよな。結構な数で攻めたはずなのにな。とにかく攻撃を継続していけばいつかは落ちるんだぜ。あとは越後攻勢もどんどん進めていかねば。春日山城を攻略できるかが鍵になりそうだが、多分家康の北陸攻勢時には攻略できるでしょくらいで攻める予定。兵が動員できる城が遠くなるしな。敵は引いたぞ。捕虜は取る必要なし。どんどん処断して城主の座を開けていかねばな。降伏してくれる人たちをどんどん城主に。とうとう二戦線はまだ膠着状態。ただ勝が城に戻ったから戻り次第出陣させるんだぜ。活躍してくれることを願ってる。岐阜城を家康以下が包囲してるけど、そろそろ腰兵糧が限界なんだぜ。ここまで動き続けられたのもすごいしな。ああ、すでに限界は超えているんだぜ。何をすべきぞ。できながら見事。だが、ここでもう一回風を吹かせたいんだぜ。いける。下がる。戦が始まる。厳しいと思うけどなんとかなりそうな気配もある。信長様討ち取りチャンスでもあるしな。やるしかない。厳しい戦いになると思うんだぜ。戦場は相変わらずの何もないところ。かっこ撃破でなんとかなればいいが、あとは小さいのを吹き飛ばして葬式稼ぎかな。秀吉と秀光勢が厄介かな。あのでかいのを相手にできる部隊が少ないからな。中央付近で秀吉と秀光勢との殴り合いを開始。兵数的に秀吉勢を止められるかどうか怪しいんだぜ。最悪の木槌防衛かな。そうなるかもしれん。軍隊は撃破したけど、榊原さんが撤退。まだ互角だな。勝家も撤退だ。これでの木槌を狙えれば信長様を釘付けにできるかもしれん。もう一部隊が来そうな気もするけど、その時はその時だろ。どこもかしこも厳しい。ご命令をください。おお。お指図。この軍略見て勝機を。家康が軒づきを目指すけど、今こそ勝機。我が先方、その目に焼き付けよ。ダメか。秀光勢を撃破。この千成廟ちゃんがある限り、わしらは負けぞ。打ち取りならず。秀光も地味にしぶといんだよな。いかに動くか。秀吉も撤退。これで勝てると言いたいが、兵数的には互角なんだよな。うまく全体的に圧をかけてどっちかの軒口を破壊しないとな。そうすれば勝ちが見えてくる。と思ったら要所制圧で優勢勝利。そうか。勝ったからよしだな。とはいえ、損害はほぼ同数、心象といったところだな。岐阜城の包囲継続は難しいな。ああ、一度仕切り直しなんだぜ。その前に置き土産の威風弱さんを。
誰のものか。風に。これでいろいろ時間も稼げるな。家康が再出陣するまで他のところに頑張ってもらうんだぜ。頑張って砥石城攻略した。信濃平定も時間の問題だな。東が片付けばかなり楽になるはず。洲本城攻めも池田さんのおかげでスムーズに。こいつはもう味方だな。追い詰められたら城を差し出してくれるわけだからな。当然の池田さんは無罪方面なんだぜ。また城主になってくれよ。恩返しは城でいいから。続いて港城を攻略。これで東北平定は完了。越後へと転進していかねばな。ここで元服したのが二人。鉄壁の小松だ。敵でいたら本当に苦しめられるからな。最前線の城に配置したいところ。城主でもありだけどな。もう一人は秀康。そこそこ優秀なのが出てきたな。重真同様早く育てねば。各地ではまだまだ激戦が続き、二股城を攻略。これで浜松奪還が見えてきたな。取り返してもボロボロだからもう使えないけど。内政を頑張っていた時代が懐かしいんだぜ。岐阜城に家康が戻ってきた。とはいえ家康勢自体はかなり小ぶりだがな。全力出陣後は回復がな。ああ、しようとはいえ厳しいんだぜ。戦場は交渉生かさせてくれないところだが。信長様の首狙いで撃破したな。追撃だ。逃がしたし。いや、軒淵への道は封鎖してるから問題ないんだぜ。一人ならず。厳しいな。取りたい時は取れない。欲が出てしまってるな。仕方ないことだけど、あとは軒淵破壊して勝利。織田家の主力と戦うと損害が増えがちだな。戦場に恵まれないのも厳しい。それな。さらに再度岐阜城を目指して前進。ここで一発かませばいけそうだけど。尺止まり。織田勢の集まりがいまいちだな。どこに行ってるのやら。合戦は序盤に。上野さんを打ち取ったくらいしか見どころはなし。強撃して敵を潰す簡単なお仕事だったからな。というわけで勝利。織田家の主力がいないと損害もこうも減るもんなのな。驚きではある。そして威風弱さん。弱さんが大忙しだな。そろそろ休んでもらわないと。これでまた岐阜城攻略が見えてきた。一進一退という感じだけどな。というわけで、各地で激戦が続いているので今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。